フリードリヒ・フロムは、ドイツの軍人。最終階級は、陸軍上級大将。第二次世界大戦中に、国内予備軍司令官を務めたが、ヒトラー暗殺未遂事件に巻き込まれ、処刑された。中毒イギリス大使ヘンダーソン、国家スポーツ指導者フォン・チャマーウント・オステンと談笑する、フロム中将ベルリン・シャルロッテンブルクに生まれる。マインツ、ストラスブール。 ベルリンのギムナジウムに通った後、ベルリン大学に入学。しかし1906年に陸軍に入り、ナウムブルクの第二中林元第55野砲連隊に見習い士官として配属された。第一次世界大戦の勃発当時は、中尉大体副官だった。1916年に大尉に昇進し、参謀本部に転属となった。この大戦では二度負傷し、 ドイツ帝国とオーストリアの勲章多数を受けた。敗戦後は、義勇軍として、東部での国境紛争に従軍し、後、バイマル共和国陸軍に採用される。1927年、少佐に昇進し国防省勤務となる。1931年に中佐に昇進した後、1933年に大佐に昇進して、陸軍総局長に就任。 1935年に、少々。1938年に中将に昇進。1939年4月、法兵大将に昇進。9月には、陸軍補充局長に就任した。第二次世界大戦勃発後の1940年7月、岸鉄十字章を受章し、直後に上級大将に昇進した。その後、国内予備軍司令官に任命された。 ドイツの敗色が濃くなった1944年、ドイツ国防軍の将校によるヒトラー暗殺計画が進められていた。フロムがこの計画をどの程度関わっていたかは現在となっては不明だが、首謀者であるクラウス・フォンシュタウフェンベルク大佐は彼の直属の参謀であり、同じく陸軍総局長フリードリヒ・オルブリヒト大将も直属の部下であった。 フロムはこのことについては沈黙していたが、国内予備軍を使ったクーデター計画であるバルキューレ作戦への参加は拒んでいた。7月20日、シュタウフェンベルクによるアドルフ・ヒトラー総統、爆殺作戦が決行された後、ベルリン・ベンドラー街にある国内予備軍司令部にいたフロムは、国防軍最高司令部総長ビルヘルム・カイテルからの電話連絡で、ヒトラーが生き延びていることを知らされた。 バルキューレ作戦発動を要求するシュタウフェンベルクラに対しフロムは計画が失敗したとしてこれを拒否し自決を命じた。これは自分が共謀者として巻き込まれることを避ける目的もあったと言われている。シュタウフェンベルクラはフロムを執務室に軟禁した。夕方ヒトラー派の治安部隊が司令部に突入してフロムは解放された。フロムは 治安部隊に命じて、シュタウフェンベルク、オルブリヒト、その参謀、アルブレヒト・メルツ・フォン・クビルンハイム、シュタウフェンベルクの副官ベルナー・フォン・ヘフテンを逮捕させ、即決裁判で死刑を宣告し、その日の夜中に司令部の中庭で、銃殺刑を執行した。かつての上官であるルートビヒ・ベック、元参謀総長には、その要望を聞き入れて、自決の機会を与え、ベックが、 拳銃自殺に失敗すると部下に射殺させた。彼のこうした行動が自己保身による口封じのためだったのか、あるいは彼らが残酷な報復や拷問を受ける前に処断しようとしたのかは定かではない。仮に自己を守ろうとしたとしても、それは徒労に終わった。ヒトラーはフロムがシたタウフェンベルクラ首謀者を安易に即決裁判で処刑したことに激怒し、また鋭い感を持つ。 彼は、計画を知っていながら黙認したのではと疑った。9月14日、ヒトラーの命令によりフロムは軍を除籍され、軍法会議ではなく、一般市民として人民法廷の裁判を受けさせられた。結局フロムが計画に参加していたことは、立証されなかったが、敵に対する臆病という罪状により、死刑が宣告された。数多くの勲章などべての名誉が剥奪され、 1945年3月12日、ブランデンブルクアンデアハーフェルの公事所で、銃殺刑に処せられた。ありがとうございます。